フライデービデオをご覧の皆さん、ダージャーハウ、林健人です。ダージャーハウ、中野大賀です。タイトルは1話を最初に、準備校というかの段階でいただいたときはまだタイトルが仮で、で、いろいろお話が進んでいって決定となって、そうですね、どういうドラマになるんだろうっていう風な印象を受けました、うん、そうですね。なんか初恋だとしたらラブストーリーだけど、初恋の悪魔ってなるとただのラブストーリーにはならないぞこれっていう、なんか坂本さんがどんな、なんだろう、ラブストーリーを、そして坂本さんが描く悪魔って何なんだろうっていう、なんかどんどんいろんな想像を膨らまされる、なんかそういうタイトルになってるのかなと思いました。見どころはやっぱり4人の、僕と大河と、ごめんね名前呼ばれたらそこもすごい面白かった面白かった面白かったら使ってください続けてください、はい、こんな感じでこんな感じでなんか和気あいあいゆっとというか、現場はそうなんですけど、あと松岡茉優さんと、江本佑さんとこの4人で、まあ操作をしていくんですけど、現場は和気あいあいと、でもドラマのそのそれぞれのキャラクターはくせ者ぞろいで、なかなか、噛み合わないんだけど、こう操作が、を操作の解決に向かっていく、その4人の掛け合いをちょっと注目していただけたらと思うんですけど、うん、そうですね、なんかこう4人で一つの事件を解決するという口実で、まあ、バラバラだった人間がこう一つの場所に集まるんですけど、でもその人たちはみんないわゆる刑事、警察っていうところの、なんだろうな、端っこにいるような人たちで、捜査権がないんですね。でもなんかそのみんなが解いているその事件よりも彼らが抱えているものにこそ結構事件性があったりして、なんか実はそっちの、なんだろうな、人間模様というか、それもすごく楽しみにしていただきたいなっていうのがあります。成長、成長、まあ17年前に初めて出会って、そこから意外とお仕事は一緒にしていなくて、プライベートで会ってる時間がの方が多かったんですけど、なのでそのお仕事の現場でどういう姿なのかって全然知らなくて、ずっと仲は良かったんですけど知らなくて、今回一緒にやっていてやっぱりすごく頼もしいですし、なんかキレッキレだなって思います。頭が、本当ですか。なんかその普段前から持ってたその持ち前の明るさと、その愛され力みたいな、人周りの人からの、そこにさらに磨きがかかって、一緒に喋っていたりお仕事していても常にこう大河と一緒だったら楽しいって思えるというか、なんかもうそんな素晴らしい男になってるなって思います。ありがとうございます。中野さんから見た林さんはいかがですか？そうですね、やっぱ今健人君がおっしゃってたように、職場で会うことってのがほとんど近年はなかったんですけど、いざ一緒にお芝居をしてみると、林健人の中にはこんな扉もあったのかっていうぐらい、今まで見たことのない健人君のお芝居を目の当たりにして、あ、この人はまだまだ奥行きがある人なんだなっていうことを目の当たりにしているのと、もうそれをぜひお客さんにも楽しんでもらいたいなと思ってますね。めちゃめちゃ面白いです。そんな、まあ、そんな熱心にって感じではないですよね、うん、なんかポロッと、なんかこうもうあうんの呼吸感があるというか、最初はもう本当に久々だったので、ちょっとどうしても意識しちゃうところあったんですけど、まあ、照れくささだったり、どういう風に来るんだろうなとかいろいろあったんですけど、今はなんかこう撮影進んできて、お互いがお互い、こう現場で、何をするかっていうのをすごく楽しみにしながら、
感じ合いながら、うん、でこう本当に一言ちょっとあそこでこういうことを考えてますみたいな、あ、OK、そう、大学がそう来るならこう来るみたいな、なんかそのちょっとした会話でいろいろ確認し合えるというか、うん、そんな空気感があるかなと思うんですけど、なんか絶妙ですよね。絶妙だと楽しくなってきたな。楽しくなってきた、はい、初恋の悪魔何今これは気合い入れたんですか。面白いです。なかなか見たことのないドラマになっていると思います。何か言ってください。初恋の悪魔、初恋の悪魔、ぜひ台湾の、皆さんにも、楽しみにしていただけたらなと思っております。期待を上回る面白さを、僕たち、出演者そしてスタッフ力を合わせて、一生懸命面白いドラマを作ってるので、どうか最後まで見てください。よろしくお願いします。Friday.